命の灯火は僕らが思うよりもずっと小さくて弱いもの。風が吹けばすぐに消えてしまう。命の船を漕ぐこと、それは大海の上、暗闇の中、死という最後の終着地がどこにあるのか、いつ着くのか知らされぬまま、ただ一人、たった一人オールを漕いでゆく。人生の終着地が見える間際に、神はその旅の意味を耳元で囁いてくれるだろうか。